実家には顔出すんだろ。トーマスは帰るって言ってたけど。せえぞお前ら、いい加減黙れ。オースルちゃん、知るかい。こんなもん頑張ったって憲兵団に入れるわけじゃねえ。そんなことはないだろう。とにかく今は訓練に没頭しよう。無理だ。おい、まだ早くないか。おい、食料確保の訓練になるなら。じゃあ我慢してくれよ。そんな必要あんのかよ。遅れが出れば報告しなくちゃいけなくなる。行こう。おい、ちゃんと。もう、いや、向いてないよリーダーは。ジャンの方がよっぽど向いてる。今にわかるさ。どうだろうな、それは。ペーダンに入りたいならな。ああ、入れたらいいな。王の近くでの仕事なんてこんな光栄なことはない。おい、マルコ、お利口ぶらないで言えよ。本音を。安全で快適な暮らしが待ってるからだろうが。そんな、少なくとも僕は。ジャン、ありがとう。ジャンのおかげで逃げ切れた。お前のおかげだ。前にも言ったろ、ジャンは指揮役に向いてるって。どうだか、わかりゃしねえ。よせジャン。こいつらだ。俺たちを見捨てやがったのは。てめえらのせいで余計に人が死んでんだぞ。セロ補給作業に移行してくれ。やった。俺が指揮役に向いてるとは思えねえ。もうああいうこと言うな。怒らずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。で、現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確に分かるだろ。ジャンの指示は正しかった。だから僕は飛べたし、こうして生きている。アルミンが一人で向かってる。多分大丈夫だろう。多分大丈夫だ、きっと。上は正しい。そういうもんかね。そういうもんだ。邪魔をさせるな。エレンを援護するんだ。おい、お前マルコか。見ねえと思ったら。でもこいつに限ってありえねえ。マルコ、何があった。誰かこいつの最後を見たやつだ。104期訓練兵団所属19班班長マルコ。なあマルコ、もうどれがお前の骨だか分からなくなったよ。勝ってんだよ、戦わなきゃいけないことくらい。でも誰もがてめえみたいな死に急ぎのバカにはなれねえ。怒らずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから。何をすべきか明確に分かるだろう。俺は調査兵団になる。マルコは死んだ。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。俺たちはマルコのように